じゃあみーちゃんちょっとお願いします。ゃ <laughs> じゃあもういいんじゃないですか。ゆうじさん。ラブ <laughs> さた三百五十回目。<laughs> もう入っちゃって。まさかの。みーちゃんお,お願いしますって言ってる,のがっってる。<laughs> 新しいね。いつもこんな感じなんですよい。いやもう今日はちょっとボロボロでしたね。<laughs> 本当いや、放送中もね、うん、面白かったけれど。<laughs> ね、ミュージシャン。ミュージシャン。いや、この鼻がね、やっぱそうさせるんだね。ミュージー以外のミュージシャン。<laughs> 誰や、ミュージシャン。ミュージシャンって言っちゃったね。<laughs> <laughs> いやー今日なんだろうね、この喋りにくい感じ。<laughs> 鼻の声はね、そこまで大丈夫なんだけどね。前のね、やっこさんみたいな感じじゃないんですけど、うん、もう鼻のね、奥がこう詰まってる感じでね。そう、なんかね。あの、声を発するのがとてもね、しんどいです。<laughs> そう、ブランニューサタデーが言いにくいって言ってたもんね。言いにくいんだね。<laughs> 言いにくいんだね。<laughs> <laughs> そしてね、はい、この方の名前も先ほどのサメさんは。<laughs> 勢いをつけすぎて、ブーブーブルさんなんですけど、はい、ブルブルブルさんっていう。うブルブルしすぎちゃってる。ブルブルブルさんって言っちゃったね。本当に。もう本当、放送に入っててほしかったよね、あれは。<laughs> 本当だねっっって言っちゃったんしました本放送とは別に「ブラザタ」の虜にもなっています。うん、録音して次の土曜日までに何回か聞いてます。<え>仕事の移動時間に聞いてることが多いかな。うん、そもそも「ブラザタ」もひととき離れていた時期もありました。昨年美羽ちゃんのライブでみっちゃんにお会いしてから心を入れ替え、うん、毎週番組に参加させてもらうようになり楽しんでいます。これからもよろしくお願いします。ということでとこちらこそお会いできてすごい光栄でした。声かけてくださって。うん ありがとうございます楽しかったですねあの時もね, <laughs> ねお会いしたいですねいつか そしてこちら、うんえー、ラジオネーム海賊ハザミーさんありがとうございます,います先週のラブサタはタイムリーで聞けず録音していたものを聞いてびっくり、うん、ブラサタだごめんね、うん、先週のブラサタはタイムリーで聞けず録音していたものを聞いてびっくりラジオネーム牛戸し明けと岩ひとつさんが私のことをレジェンドと呼んでいただいてるとのこと、うん、牛戸しさん海賊ハザミレジェンドになるのはまだまだっすよあと五年は精進し続けますさすが いやあ、本当にこの縁の下の力持ち的なありがとうございます本当にいつもねもうぶらさたが続く限りはいぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしますその無理はせずねできる限り忙しそうですもんねさてあさみさん最近聞いたとかわからんよとかのワードがお気に入りのようですねえ聞いたなんだっけ聞いたって言ってるんじゃないなんか言ってるあら わからんよっは言ってるかもね。わ <laughs> からんよって言ってるかもね。<laughs> 言ってるかも。うん、あと「ピカイチ」を「ピカー」と読んだあさみさんさすがです。これだからあさみさんの虜になっちゃうんですよね。番組へ投稿するきは○○「1」と漢字で書くのではなくまる、うん、1, 1と」とカタカナで書いてあげてください。<laughs> <laughs> また難しい漢字や地名などは極力振り仮名を振るか、うん、最初からひらがななどで瞬時に読めるようにご協力をお願いいたします <laughs> そうしないとみっちゃんあさみさんは番組途中にタブレットなどで調べ始めるため<ー>リスナーの読まれるメールが減ります、うん、そういうこと皆様のお力添えよろしくお願いいたしますみっちゃんポッキーの食べ過ぎ注意返す <laughs> 何なんかさ、誰か一人欲しいよね、ここにね。スタジオの中にね。そうそうあの、メールをこう添削してくれる人が。<laughs> 欲しいよね。読みが名。もう、なにせ、そういうのもね。ないですか、ね。していただければね。うん、発愛ポリス名もなかなかね。そうなん、いつだって、いつだってね。 ぶつけ本番なのどんだけ猶予を持っててもねいつだってぶつけ本番なんですよ。だからねすごく本当申し訳ないんですけど失礼なことを言っちゃうこともあるかもしれないしとても恥ずかしいねこうチブをお見せしてるこでしょっちゅうですからしょっちゅうなんですそれも読めねえのかっていうのはねそうなんですよ恥ずかしい限り恥ずかしいり。ええそんなラジオ出たねやまびこ出るくもさん。 <laughs> 本当だやだよ。本当、はい、に。<laughs> 先週はラブソとを聞いてから録音していたブラスタ本放送を聞きました。はい、本放送で私の書いた一文、うん、家族の中でピカイチをピカーと捉えるだけだ。な爆笑してしまいました。その後、本放送を聞くと、あさみさんが家族の中でピカイチです。の部分を言葉を噛み締めるかのようにしっかりとした口調で2回も昭和されていました。<laughs> 偶然に先に裏事情を知ってしまっていたので「なるほどね」と感心しつつ爆笑してしまいました「うん、すみませんね読みづらい文字を使ってしまって全然大丈夫なんですよ」家族の中でピカー輝いてますという「ねうん、ピカイチでもピカーでもどちらとでも取れる分であれば浅見さんを迷わさずに済んだのかな今となっては分かりませんが」。 ところ村里の更新のテーマとりこになったことですがもう一つあるんです、うん、それは雪の日の部屋で出社した時に楽しませていただいたラブサタですありがとうございましたああということでありがとうございますいやこれはもうデルコモさんというよりは私の多分解釈の仕方だけなんで全然お気になりませんまさか普通に考えてあるわけないじゃない、うん、あるわけないことを一回考えちゃうの私なんだよねきっと、ね、そう分かっていても口に出しちゃうんだよね、うん、出しちゃう,そう <laughs> でもそこがわさみさんのいいところ出ちゃったからねそこがわさみさんのね憎めないところなんですよね,すね <laughs> マークン爺さんありがとうございますありがとうございまみっちゃんあさみさん本放送お疲れ様ですカイリングの藤沢さんがみっちゃんに寝てると思うのはマークン爺さんだけ って感そんなあのそんなおきれいな顔してないですよ私はちょっとでも種類は違うような気がしますけどね種類種類っていうのは変か何て言うんだろうなんだろうなえっとなんかもっとさらにジャンルが違う感じもっとさらに童顔な感じ藤澤選手の方がね加藤選手は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 うんともっと

ミューアさんとミュージさシャン4回転チョリソンにはかないませんでした<ー>確かにねさてついにお二人さんの「ブラサタおかぶれハワイ中継がかないそうですねみっちゃんの土日限定イベントのお仕事となればあさみさんはなんだかんだのリリオをつけてのおかぶれハワイ入り、うん、となれば「ブラサタインハワイ」これまでの功績を考えればハワイでの中継もいいんじゃないですかねスタッフさんそうだねではまた来中ということでこれ聞いてくれてるかな <laughs> スタッフさん <laughs> そうかね、わからないんだよね。いやあ行きたいな。行きたい。けどまあブラザットとして行くならまず沖縄だね。あそうね。まず沖縄。まあ値段的にもね、若干ですけどね。まあ沖縄も結構変わらないぐらい高いですけどね。まあね。シーズンね、ハイシーズンにハイシーズンは高いですよ。い縄国内なのって思うよね。ね、だって沖縄にがご実家の人なんて帰れないってよね お盆なんて帰ったことないって言ってた。そうだよね。うん、確かにね。ほほほ沖縄、えー、北海道、京都。あたりはちょっと攻めたいな。<laughs> あさみさんが好きなはいきたい。<laughs> <laughs> あ、でもね、私長崎も行きたいよ。あ、長崎ね。ね、うん、長崎坂の町。でも北海道いいな。北海道はいい。北海道、私ね、冬に行きたいね。 確かかに、うん、冬に冬狙ってあんんまり行かないもんなあのすごいですよ雪まつりとかやっぱそうだよね、うん、函館に一回12月に行ったぐらいかなぐらいでそんな本降りの時には行ってないんだよなあそうなんだまあでも全国巡業はしたいなそうだね、うん、回れたら嬉しいなぜひし海外だとやっぱり<に>一番はハワイです一番ではね <laughs> <laughs> まずハワイに行ってななグアムとかサイパンではなくもうねそこはね行かなくていいね <laughs> 一回グアムは行ったのまあサイパンはね、うん、結構ねいいよっていう話を聞いたんですけどグアムはね、まあんまいい思い出がないんだね <laughs> そうなんだ、うん、グアムが私は初海外でしたねあほんと一緒に行く人って大事ねそうね、うん、前,前からよく聞くやつだねそうそね遊べてからねそう,そ,うそうなんですよ <laughs> そうなの、だからそそのの旅行っていうう、は人人だだねも大事どんな魅力的な場所でも一緒に行く人がねちょっとだめだなって思うともう一気に冷めちゃうからね場所すらね冷めちゃうからねそうそうあでも初めてグアムなんだそう初めてグアムグアムであの夕食にフライデー何でしたっけフライデー

違うわ。ごめんごめん。間違えた。フロリダでした。全然違う。<laughs> あれフロリダだ。高校の時に行ったの。<laughs> ちょっとごめんなさい。自分の中でのこの年齢の <laughs> 順番が間違ってましたね。フロリダでした。<laughs> フ,ロフロリダ、アマゾン。え違う。フロリダ。違う違う。アマゾンじゃないよ。どこだっけ。<laughs> <う>アリゾナ。<laughs> えらい違いよ。フロリダ、<laughs> アリゾナだ。<laughs> で、タイ、台湾だね。お腹痛いよタイ、香港だね、間違えた。<laughs> もう何が正解だとわからなか <laughs> もう全然わかんないでしょ。全然わからないけど。最後はハワイ。最後は今のとこハワイ。そうね。うん、あの、 行ったたたバッグおいいだよねそうそう、あの、まだ、可愛かった。そうそう、えっと、まだ通じがいたときだね。そうだね、そうだね。そう。すごい安いから、物価が。もう一個一個がね、そんなに高くないんですよね。そうだ、結構ね、大きめのバッグをね、いただいたんですよ。なんか刺しっぽいやつだったかな、確かえっとね、そっちあの、靴のデザイン いろんな靴のデザインが書いてあってちょっとスパンコールがついててベトナムねそれはねそうだベトナムだそうだタイじゃないタイじゃないタイだタイだ何を確信したのか分かんないタイはすごい楽しかったよタイは楽しかっただろうねタイは楽しかった あのー、あんまりい,い思い出がないのは、うん、香港と、うん、グアムだね香港はとにかく臭かった街が <laughs> どこに行ったのもうどこでもドリアンな匂いだとしたね <laughs> なんとなくあドリアンか、うん、そっかそっかなんだろうねまあの表通りに出るとそんなに匂わないんですけど、うんうん、もう一本裏とか入っちゃうと もうすごい臭いのね。ドリアン収穫収穫したね。いやで泊まった場所が悪かったのね。本当にさ日本って綺麗なんだなって改めて思うよね。本当に思う。本当に思う。なんか韓国に行った時もまあもちろんそのね有名な通りとかすごく綺麗なんですけどやっぱちょっと路地とか入るとうんあのあんまり綺麗じゃないんだよね道路とかもなんだけど。 やっぱそういうの見ると日本ってやっぱ綺麗なんだなってう本当皆さんの多分国民意識が高いのかもねだってヨーロッパだって本当はね綺麗じゃないっていうパリなんかさいい汚ってそうそう排泄つの臭いとか結構するっていうね臭いっていうねらしいからだからやっぱ日本って素晴らしいんだよ素晴らしいよね本当にねそう考えるとうん。 ね、ハワイもそんなに汚くはなかった気がするけどまあ観光客多いしね、うんうん、ハワイになってくるとでもまあとにかく海が綺麗ですよね <laughs> ハワイはそこに駆つけるうんとにかく綺麗、うん、まあだって透明なんだもんまあそうだよね海底、うん、見えるからさすごいよね魚も見えもちろん見えますよ,あそうだよねウガメでも見えますよ そしたらもう花ちゃんが大きくなったらね、うん、もうちょっとねそうねもう行きたいね、うんまあ、だからあのあんなちっちゃい子でもさ立派なお金が発生するから、ねうん、そうだね <laughs> そうなってくるとハワイはもう高い高いですから高いですよねハイシーズンじゃない時に行かないといけないですよね ちゃんと会話ができるからね。まあね。うん、まあでもほらじ逆にじっとできない場合もあるじゃない。座<ー>ってられないっていう。 そうね今<ー>、まあ、よりはいいかなの2歳児ってて言われてるからねす <laughs> すごごいいよ本当に <laughs> すごいでしざ <laughs> みさんが上に荷物を取りに行ってる間で、うん、私と美和さんでわーって花ちゃんも見えてたら、うん、ソファーの上になんか台を持ってきて、うん、その上に座ってケ、うん、ッケケッケしてたら、うん、私たちが危ないよっていう瞬間に、うん、頭から落ちたからね。<laughs> って言ってたらもう手が伸びなくてそうなのでもね泣かなかったのよ偉いねってこらえるの最近結構偉かったのにいねって言って顔を伏せるでしょ床にこうやって伏せてうってこらえてんの泣くのでこっちチラチラ見るわけそのうち口がへの字になってきて「大丈夫?」って言った瞬間にも累性崩壊しちゃうああまあだねその時は大丈夫だったちょっと口が「う」ってなったけどスーツ大丈夫だった痛いって言った うん、うんって <laughs> 大丈夫そうだったそうだからねもうちょっと大きくなってね喋れるようになってアクティビティとかできるようになるとうん、うん、そうだねハワイが楽しいと思うんだけどね思い出に残るしねそうそういやそしたらそしたら一緒におかぶれしちゃうかもしれないから <laughs> みんなでハワイ行きたいねもうこのサカリージョで行きたいもうそしたら楽しいなハワイでサカリージョすごいなんかなんだろうねあの お感があのでもちょっと春先にねまたねそうなんですよ、一個旅を計画してるんですけど盛り場の旅できたら楽しいななんて思ってて青春を探すそうなんですまたもうちょっとねあの楽しい報告ができそうなのでそうだね。ねそうだね。